兄弟たちも年に一度の親族会議にそれぞれの都合を合わせてやってきています。お父様、どうか今一度不敬な彼らに当主様の威厳をお示しください。ダメだな。ダメだな、全然ダメだ。愚か者が。弟たちに恫喝されてのこのこやってきたか。恥を知れ。お父さん。バカや。カノンに聞いておるわ。貴様が弟たちにどれほど情けなく手玉に取られたかをな。お父様、夫はお父様の名誉を守るために懸命に。情けない奴だな、お前は。妻に自分の弁解をさせるのか。言い訳くらい自分でしてみせよ。愛というのはな、勝つまでの過程を言うのだ。負けるまでの過程は戦うとは言わぬ。それはただ一言、みっともないというのだ。これが私の後継ぎだというのか。ベアトリーチェにさえ会えれば我が人生には何の悔いもないと思っていたが、どうやらそういうわけにもいかぬらしい。魔女より得たものは何も残せぬのが初めからの約束。しかし後ろ宮の名は魔女のものではない。その名を継ぐのが誰にふさわしいか、どうやらそれだけはわしが自らの手で解決せねばならぬようだ。喜べ、クラウス。気が変わったぞ。お父さん。では。貴様らふぬけどもと食事をする気など起きぬ。だが、その後の親族会議には出席する。お父様。ありがとうございます。私はその席上で
当主継承についての重大な発表をするであろう。お前たちのくだらない争いは私自らが解決してやる。ハハ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 ハ。